どうもこんにちは。私は先日ファイヤーを達成して現在は海外移住に向けて準備中、そして育児に没頭中の一般男性でございます。私はゆくゆく海外移住をしたいっていうこともありまして、改めて英語を学びたいなと思っていたわけなんですよ。そういうわけもありまして、先月ですね、英語オンラインコーチングサービスのイングリードさんを利用して1ヶ月みっちり英語学習してきました。今日はですね、その時に1ヶ月間担当してくれたオーストラリア在住8年目のマユさんという方がいるんですけど、その方がですね、めちゃくちゃ生き生きしていて非常に楽しい方でしたので、ぜひね、英語学習とは別にお話を聞きたいなと思って、オーストラリア在住に至るまでのキャリアとか、なぜオーストラリア移住しようと思ったのか、オーストラリアの現地の企業で働いてみて日本との働き方の違いとか、あとは移住してみて良かったこととか、もういろいろね聞いてみたいなと思いまして、ちょっと取材させてくださいとお願いしたところ、 OK ということでしたので、先日 Zoom を使ってね1時間みっちりと聞いてきましたので、その時の様子をご覧いただきたいなと思います。前半は移住に至るまでの経緯とか、オーストラリアでの働き方についてで、後半は移住についての話となります。まあ、合計すると、30分ぐらいのちょっと長い動画にはなってしまったんですけど、かなりね面白い話が聞けましたので、僕もね編集して改めて聞いてると、もうオーストラリアに移住したくなりましたね。海外移住したい方とか、今ちょっと日本でサラリーマンしてて仕事に満足いってない方とか、とてもねいい刺激になると思いますので、ぜひ2倍速とかでもいいのでご覧いただけると嬉しいです。あとね、ズームちょっと録画の仕方ちょっと間違えまして、僕の理想としては僕とマエさん2つね、画面があって、それをね、録画したかったんですけど、なぜかこう、喋ってる人しか映らないっていう感じの録画方法になっちゃって、ちょっと画面のね、転換が忙しいと思うんですけど、そこはちょっとご了承ください。それでは、どうぞ。いやー、ちょっと。久しぶりでーす。久しぶりです。でも私はなんか動画を見させていただいてるので、お久しぶり感が全然ないんですけど。あ、本当ですか。見てくださってるんですね。はい、もうやっぱこれ皆さんコメントでも書いてるんですけども、歌ちゃんが可愛くて。ありがとうございます。なんか緊張してるっていう聞いたんですけど、なんか意外ですね。多分そう思われたと思うんですけど、多分手とか震えてるし、もう朝からちょっといろいろ物を落とすし、やばいんですよ。そう、早速なんですけど、やっぱまゆさんの自己紹介という、現在今オーストラリアに移住されてると思うんですけど、それまでに至るキャリアとか、そういうところをなんか聞きたいなと思います。そうですね、私の自己紹介なんですが、関西で生まれ育ちました。大学卒業後社会人を2年経験しまして、で念願だったワーホリでオーストラリアシドニーの方にやってきました。でもそこから本当に8年間シドニーにずっと住んでます。日本で社会人2年やってたんですね。規模は小さかったんですけど、食品会社で受注業務、事務職ですねをしてました。あ、じゃあもう昔から海外行きたいなっていう願望はあったけど、とりあえずちょっと日本で就職してみるかっていう感じなんですかね。そうですね、はい、一応中高と英語が好きだったの ですね、その時もなので大学を選ぶにあたってもこう英語に力を入れてる学部を選んで入学したので、あ、ダメだ、ちょっと待って硬いですねちなみに今おいくつなんですか。34です。いや、僕とそんなに変わらないですね。あ、で、日本で2年働いて、で、ワーホリでしたっけ。そうです。はい。ワーホリって1年ですよね。そうですね。ただ、国にもよるんですけど、オーストラリアは日本人であれば、農業とか季節労働することによって、2年目のワーホリビザの申請っていうのもできるので、私の場合は、農場、ファームで3ヶ月の仕事をして、2年目のワーホリビザも申請しました。ファームきついって聞きましたね、ワーホリで。そのファームとか、何の作物を作ってるのかにもよると思うんですけど、私の場合はオーガニックのピーカンナッツを作ってるファームで、ホストファミリーみたいな感じでその農場の方々が接してくださったので、私はすごく楽しくできましたね。なんでそもそもワーホリはオーストラリアにしたんですか。これは本当に単純に暖かいからでもオーストラリアも冬はありますよね。シドニーに来て冬寒って思いました
で2年ワーホリして、でそのままオーストラリアにずっといるってことですか？そうですね、はい。そのままずっと居続けようと思った理由は何ですか？仕事とプライベートのメリハリがしっかり分けられてる方が多くて、なんかそれが当たり前の空気感があるのがすごく私は居心地がいいなと思って、もともと留学旅行エージェントで働いてたんですけど、そのお仕事はもうワーホリ時代からさせていただいてて、ワーホリの時代に働いてたものをそのまま継続してそこで働いてたっていうことなんですね。そうです、はい、うん、なのでそこでの働き方がすごくあって、一緒に仕事する人たちもすごくいい人たちだったので、なのでこの会社で働き続けたいなって思ったのも一つの理由ですね、うん、オーストラリアで働き続けたい、オーストラリアに住み続けたいっていうよりはそこの会社で、そうですね、働き続けたいと思って。なるほど。それって現地の会社ですか？オーストラリア法人の会社にはなるんですけど、社内メンバーは、日本人、やっぱり業務内容が日本人の方がオーストラリアにワーホリービザとか学生ビザで、でこう新規一点頑張りたいっていう方々のサポートをする会社だったので、なのでそうですね、社内メンバーは日本人だったんですけど、外部のやり取りをする大学とか専門学校とか英語学校のスタッフだったりとか、その他いろんな取引先っていうのはオーストラリア人とか、もしくはインターナショナルな方々でしたね。で今その会社辞めてイングリードでコーチングしてるっていう感じですか？そうですね、はい。あ、そうなんですね。やっぱりあれですね、カンペ見るんじゃなくて元気さんと喋ってる方が出てきますね。そうですよね、だってやっぱり実際いろいろ経験されてるから素直に話された方が多分、そうですね、楽しいと思いますよ。そうですね、もう全部あれカンペ用意したんですよ、質問の内容、ね、全部書いたんですけど、はい、多分そっちの方がダメですね。そう、せっかく現地の企業で、6年くらい働かれたってことで、そっちの働き方とかも聞いてみたいんですけど、日本との働き方の違いみたいなときっとあったりしますか？なんか周りは日本人が多かったっていうことなんですけど、やっぱ働き方は海外寄りなんですかね？そうでしたね、私の記憶上まず残業をした記憶がないです。10時から6時でしたね。あ、もうきっちりで残業なし。はい、一回もやったことないとことはないと思うんですけど、ほぼ記憶にないです。駐在してる人とかに聞くと、現地の人は残業なしで帰るけど日本人は残業するみたいな話を聞くんですけど、やっぱオーストラリアの現地企業で就職すると日本人もちゃんと残業なしで帰るんですね。そうですね、もしかすると本当になんか会社とかボスとかによっても違うのかもしれないんですけど、うん、私が働いてた時は定時で帰りなさいよっていう雰囲気も出してくださってたので、うん、オーストラリアの現地企業で働いてる時の一番のストレスの原因とかはちょっとすごい気になるんですね。僕は日系の系のコンサルでだいぶ体力とか精神的にも消耗したんですけど、オーストラリアの企業って何が一番ストレスなのかなってちょっと気になります。本当に私の個人的な経験にはなってしまうんですけど、残業とかはそういうのはなかったんですけど、一緒に日々仕事をする外部の、まあ、大学のスタッフだったりとか銀行のスタッフの方だったりとか、人種とかバックグラウンドがなんかこう様々なので、日本人である私と相手の常識とか仕事のやり方が全然違ってて、それが強いて言うなら一番のストレス。やっぱりオーストラリアって移民が多くて、アジア系とかアラブ系とか、はいはい、いろんな人いますよね。そうなんですよね。で、仕事の進め方が一致しない、一緒じゃない、そうじゃないのになとか、いやそれやっちゃうとお客様怒るのになって思うこともやっぱり何度もあったし、例えば何かあります？ちょっと期限を守らないとか、期限ギリギリとか遅いとか、3つお願いしたら1つしかやってくれなかったとか、なのでまた2つ目3つ目をまた言わないといけないとかですね。それによって実際にこう、じゃあお客様からクレームとか厳しいお言葉をいただいたこともやっぱりあったので、そこですかね。ただやっぱりそれ向こうも悪気があってやってるわけじゃなくて、それが相手の常識とかやり方なので、なんかそういう相手の気持ちとかやり方も尊重しつつ、だけどこうミスのないようにスムーズに仕事するしないといけないっていうのは結構大変かなと思います。まあ、それでも残業ないですもんね。そうですね、そうですね。日本みたいに上司が帰ってないからちょっと帰りづらいなとか、上司に飲み会誘われたらちょっと断りづらいなとか、そういうストレスはないんですか？ないです。私はなかったです。会社飲み会とかもあるんですか？ありましたね。みんなでこの後パブ行こうよとか、この日ちょっと飲み会するみたいなのはあったんですけど、
ただ私趣味がジムとズンバのレッスンに行くことなので、はいはい、ズンバレッスンは週に3回絶対行ってたので、もしその飲み会がズンバレッスンの人かぶるようであれば行かないです、はいはいはい、飲み会にはちゃんとノーと言える雰囲気というか、はい、そういうのあるんです、ね、あります。いいですね、週3回のズンバ結構頻度高いですね。高いですね、はい。もうでもちょっとハマってしまってもうズンバなしでは生きられないです今もやってるんですか？今もやって、そうですね、今週からロックダウンが解除されたので3ヶ月ぶりに、はいはいはい、あ、今ロックダウン中だったんですね。そうなんですよ、うん、なのでジムとかも全部やってない、やってなかったのが今週の月曜日から再開したのでがっつり行ってますね。いや、これ大丈夫かな大丈夫です、大丈夫です。そんなに長い動画でもないんで、まあまあそうですね、一本一本は、はい、本当に、ね、僕の視聴者海外移住したいと思ってるか結構いるんですよ、はい、だそういう人の多分参考にもなると思います。そういう方々が多い一方、なんか変に自慢になるのも嫌だなっていうのも考えてたんですよ。いろいろ私考えるのでいいところをすごいアピールしたい反面ね、なんか今しんどい思いされてる方になんか、わ、そんな楽しいいい世界があるんだ、自分は違うなって思ってもらうのもなんか申し訳ないなとも思ったりして、逆に今幸せな生き方してるっていう人の話の方が多分見てる人にとっていい影響になると思います、うんうん、なんかあるんですか、オーストラリア移住するまでのこれまでの人生で一番しんどかったこととかあるんですか？社会人2年経験してた時にすごい会社も大好きだったし働いてる人たちも大好きだったんですけど、やっぱり残業が多くて、多い時もあって、本当に12時間以上、そうですね、はい、12時間以上とかオフィスにいて働いたこともあったりしたので、その経験があるからこそ今すごい自由に生活させてもらってる、その仕事もきっちりやってプライベートの時間も楽しんで、あと長期のなんかホリデーも取ってっていうことができてるのがすごいありがたいことなんだなっていうのを感じてます。ちなみに僕はやっぱファイヤー系ということで、経済的に自立して、まあ、早期退職して自分の人生を素直に生きましょうみたいな生き方なんですけど、はい、最近日本はもうこの流れすごい来てて、やっぱみんな若者給料も伸びないし、まあ、年金ももらえるかわからない状態で、やっぱ今のうちから自分のお金をどんどん増やしていって、投資とか資産運用で、で会社に依存しなくても、まあ、生きていけるようになりたいっていう流れが今すごい来てるんですけど、オーストラリアってちなみにどうなんですか、その辺の事情は。ファイヤーっていう言葉に関しては私は元気さんとお会いするまで実は知らなかった、オーストラリアでも聞いたことがなかったんですよね。ただ元気さんとお会いして知ってから、なんかちょっとずつ知られるようになってきてるんだなっていうのを感じてて、オーストラリアでも、オーストラリアでもこれからなんかだんだん知ってきてるって感じなんですかね。徐々に、はい、こう知れ渡っている段階なのかなっていうのは感じてて、ただその、ま、ファイヤーっていう言葉は知らなくっても資産運用だったりとか投資っていう、うん、ま、コンセプトに関しては結構一般的かなと思います。あ、そうなんですね。やっぱりみんな結構若者の資産運用って積極的にしてるんですかね、オーストラリアの人って、はい、うん、そうですね。副業とかはどうなんですか、オーストラリア。まゆさんはやってます？私はやってないんですけど、やってる人多いですね、私の周りでも。もう本当一例なんですけど、例えば平日は設計の図面を描く仕事をしてる人が、週末になんかスポーツ用品店でバイトしたりとか、うん、普段ビューティーセラピストの人が夜はジムのインストラクター。あー、なるほどね、掛け持ちでやってるってことですね。掛け持ちが、そうですね、の副業は結構みんなやってますね、はいはいはい、やっぱ残業とかしないからやりやすいんですよね、多分夜。それはあると思います、はい。きっちり定時で終えれるので、ちゃんとその後の仕事にも遅刻せずに行けるっていうのがやっぱりあるのと思うので、私の周りで仕事がもうとにかくストレスだって苦しんでる方はいないと思います。なんかそれが当たり前でいいんだって思わせてくれるのもいいなと思います、オーストラリアに住んでても。そうですね、みんなそうです。有給ももうバリバリ使えるんですよね。そうですね、遠慮なく、はい。大体1年にトータルでその時は4週間の休みが、はいはいはい、一気に取って、あと大体いつも2週間ごとに1年で分けて、2週間長期でお休みしてまた戻って、まあ半年ごとかにまた2週間。いいな、まあね、日本だと有給そんなまとめて取りづらいっていう雰囲気でまだまだありますからね。そうですよね、はい、うん、あとはなんか取る同僚に対しても優しくなれるというか。そうですよね、みんなそれぞれ取るから。そうなんですよね、助け合いみたいになりますね、うん、そうです、そうです。上司もチッて言うわけじゃないし、まあ、なんかオーストラリア移住とか、まあ、海外に移住した人って大体みんな明るい顔してますもんねそうですよね、でも私もそう思います。
周りの日本人もしくは日本人じゃない外国人の方でこっちに移住してる人ももうたくさんお友達でいるんですけど、なんかみんな若く見えます。はい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 。これ絶対日本で仕事で悩んでる人って英語喋れなくてもいいからパパッと海外行っちゃうべきだと思うんですよね。うん、現地採用とかでもいいから幸福度上がるなと僕は思ってますいつも。なんか人生本当一度なので。ワーホリとかもありますもんね、オーストラリアの、ね。そうですそうです。ワーホリでも学生ビザでもなんか何でも旅行。でも来ちゃいなよって感じです。ちなみに今後どうやって生きていきたいとか、どういうキャリア積んでいきたいとかあるんですか？キャリアで言うと、前職も今のお仕事なので、前職その留学とか旅行エージェントの時も今のイングリードでの英語コーチの職でも人をサポートしてるっていうところに変わりはない。なんかオーストラリアに来て専門学校行って心機一転頑張りたいとか、今であれば英語を伸ばして海外移住したいとか、自分のスキルをより高めたいっていう方のサポートをしていて、それがすごいやっぱり楽しいんですよね。留学エージェントの時であれば、無事専門学校卒業できましたって報告来てくださったりとか、あと今の英語コーチであればテストのスコア上がりましたとか、職場が英語環境の方は前よりも楽に会議の内容が聞けるようになりましたとか、そういう嬉しい報告をいただく時にも一番やりがいを感じるので、うん、やっぱりなんか何かしらのそういうこうサポートをして、喜びを共有し合えるキャリアはずっと続けていきたいなっていう、うん、そういう仕事をずっと続けていきたいって、ね、そうですね、はい。オーストラリアやっぱ移住してるってことで、その生活のところもちょっと聞いていきたいんですけど。あ、もちろん、はい、移住して良かったことなんかありますか？移住して良かったことたくさんあるんですけど、まず精神的な面で言うと、もう本当に自分に優しく生きれるようになったっていうのはあって、仕事も楽しんでプライベートも楽しむっていうことがやっぱりできてる。結構性格が真面目なので、オーストラリアの環境はいい意味で真面目すぎるところに歯止めをかけてくれるというか、うん、そこはすごい、うん、いいなって思ってますね。真面目すぎるところに歯止めをかけてくれる。なんか多分、はい、日本だと真面目でこう結構細かい性格なので、そこをこう突き詰めちゃって多分しんどくなっちゃうと思うんですけど、オーストラリアはそこまで行くまでに周りの人たちのこうおおらかな性格だったりとか、まあ仕事のその働き方とかもあると思うんですけど、そこまでに全然ならないっていうのはすごいなと思ってます。シドニーは都会となんかビーチ、山、川、公園、バランスがすごくいいですね。で、生活しやすい。あと食いしん坊なので、やっぱ移民が多いので、その分いろんな料理が楽しめる。ちなみに1ヶ月の今のリビングコストどのぐらいなんですか？そうですね、さっき計算したんですけど、今1人暮らしですか？あ、2人で。2人で、はい。でも一応ちょっと1人で計算はしたんですけど、おそらく大体約出費が24万円。意外と多くない。なんか家賃が大体日本円で16万円ぐらい。そこまで高くないですね。他の動画とか見ると週に何万も取られたりするって聞いたんで、オーストラリアの家賃。そうですね、地域にもよるかもしれないんですけど、私たちはレントは安い方かなと思います。ただまあ新築で、はいはい、新築アパートレント、はい、綺麗なんですけど、間取りはどのぐらいなんですか？そんなに広くなくて、ワンベッドルーム、アートリビング、はいはいはい、でキッチンあったりとか。そうですね、で、うん、バスタブがないんですよね。はい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 、はい、あ、でもまあいいですね。超高いってわけでもなく。そうですね。食費はどのぐらいなんですか？食費は一人自炊の分はだいたい2万円ぐらい。そんなに高くない。自炊されます？あ、めちゃくちゃやっぱりします。そうですよね、やっぱ運動してるんですもんね、はいはい、食事とかその自炊で言うと、オーストラリアって野菜とかフルーツが意外と安いのと、はいはいはい、種類がたくさん豊富です。何よく食べるんですか？でもやっぱり日本食作りがちですね。あ、そうなんですね、はい、クラシルとかで検索してそうなると高くなるんじゃないですか、やっぱ自炊でも調味料とか米とか。結構中国系とかのグローサリーストアに行くとお醤油が安かったりとか、はいはいはい、日本のものを買おうと思うと高いと思うんですけど、もうちょっと安いものと探せばあります。生活が長いと慣れてくるんですね、そういう。そうですね、多分、はい、これはこれで代用できるとか、はいはいはい、あの店の方が安いとか多分分かってくると思います。なるほど。外食はどのぐらいなんですか？私、まあ、お酒を飲まないので安いと思うんですけど、1ヶ月、まあ、1万3000円とか。安いですね、結構。結構倹約家ですね、マヤさん。はい、お酒を飲むと多分みんな、まあ高
めちゃくちゃ上がると思うんですけど。外食は何食べますか？好きなのはベトナム料理のあのフォーが、うんうん、タイ料理も美味しいですね。オーストラリア結構メキシカンとかも好きですね。ビザなしでどんぐらいいられるんですか、オーストラリアって。オーストラリアは3ヶ月未満であれば ETA っていう、まあ、あの観光ビザ、 Airbnb とかでロングステイしてって感じでやればいけますもんね。車必要ですか？あまりにも郊外じゃなければ必要ないと思います。電車もあるしバスもあるし。今持ってます車？一応はい持ってます。使ってるんですか？毎日使ってますね、ほぼほぼ毎日。あの結構やっぱり今ってその特にロックダウン中はお店が閉まってて、できることってスーパーに食材を買いに行くことだけだったので、それしか楽しみがなかったので。あ、そんな厳しいロックダウンだったんですね。そうですね、はい。通信費はどのくらいなんですか、携帯代？日本円で5000円でした、私。あ、やっぱそんな変わんないですね、日本とね。あ、そんなもんですか。なんか日本に私それこそ8年前とか住んでた時は、まあ、ある時ってもっと高いと思いますね。そうですよね。格安 SIM が今結構もう流行ってるんで、僕は今だいたい3000円とか毎月10ギガとかで、それ5000円でどのぐらい毎月使えるんですか？もうほぼほぼアンリミテッドで多分100ギガとかですかね。超えたことはもう今まで1回もないですね。いいっすね。それでまあ合計20数万円1ヶ月。そうですね。でも結構これミニマムだと思います。あ、まあなんか他の予想外の出費とかあればってことですね。もあるし、はい。なんかこう友達と遊びに行くことが重なった月とかももっとになるし。月30ぐらいあれば結構まあ割と生活できるっていう感じですかね。そう思います。はい。東南アジアとかに比べると高いですけど、ね。そうなんですね。僕が思ってる以上、思ってるよりはちょっとリーズナブルでした。ちなみに何してるんですか、オーストラリアで。平日と休日は。平日は仕事をもうしっかり定時で終わらせていただいて、うん、もうジムに行くか、ズンバのレッスンに行くか、うん、あとはもう自炊。うん、それ以外は最近は OG 英語を勉強するために、あのオーストラリアの昔のなんかテレビドラマ刑事ものを見て、うん、ちょっとこうスラングを勉強したりとか。はい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 、しますね。はい、オーストラリアの発音も結構独特なんですよね。独特ですね。単語とかも王子しか使わない単語、スラングとかもすっごい予想以上にあって、日々勉強です。でももう割と映画とか音楽とかっていうのはもう理解できるっていう感じなんですかね。そう思ってます。はい。週末は何されてるんですか、休日とか。まあ、本当に最近までロックダウンだったので、もう食材の買い出しかジョギングか筋トレか、あとは映画見たりとかネットフリックスとかで、ね、めちゃくちゃ健康的、いいっすね。ロックダウン前とか例えばビーチ行ったりとか、はいはい、友達とご飯食べに行ったりとか映画館行ったりとか、うん、友好関係ってどういう感じなんですか？日本人が多いとか現地の人が多いとか。日本人もいますし、あとはベトナムから来たお友達とか、タイ人のお友達とか。最近東南アジアからも結構多いんですね、オーストラリア。多いです。結構ブラジル人のお友達も多いです。どこで出会うんですか？うん、ズンバ教室です。あそういうとこ行くとやっぱ友達できますよね。できますね。あとはまあ留学エージェントの時のその大学のスタッフの方とかとも今でもやり取りしてご飯食べに行ったりもするので、うん、やっぱその時の仲間とかみんなまだオーストラリアにいるんですね。そうですね、はい、もうみんな移住してます。帰んないですね、日本に。帰んないですね。私もだってもともと2年ワーホリ終わって帰るつもりだったのに、結局残っちゃってますもんね。残っちゃってますし、ちょくちょく帰ってはいるんですか、日本に。帰ってます、はい。さすがにそれは日本食も恋しいし、友達とか家族とかに会いたいので、はいはい、有給を活用させていただいて帰ってます。もうずっとオーストラリアにいたいっていう感じなんですか？そうですね、はい。すごい今の生活に満足してるので。今って何ビザでいらっしゃるんですか？今は永住権です、はいはい、ありがとうございます。はい、こんな感じですかね。とりあえず聞きたいことは全部いろいろ聞けたと思います。本当ですか？はい、やっぱ仕事のこと、生活のこと。じゃあ最後、まあ、イングリードのこともちょっと聞きたいなと思います、はい、せっかくなんで。6年ぐらい勤めた会社を辞めてイングリードに転職した経緯とか理由教えてもらっていいですか？はい、そうですね、やっぱりもともとその留学エージェントでもオーストラリアに来て英語を勉強したいとか、英語を使って何かこうビジネスだったりとか、まあ、専門分野を勉強したいっていう方の、まあ、サポートをしてて、それにこうやりがいを感じてたんですけど、ご縁があってで、コーチングのサービスをしているイングリードっていう会社に出会って、
で、ここでもやっぱり英語のこうスキルをこれから伸ばしていきたいっていう方のサポートをするまず職種がコーチなので、その方のこう英語学習のサポートができるなっていうのを感じてチャレンジしてみたいと思って、はい、転職しました。イングリードってそんなにまだ歴史がある会社じゃないですよね。そうですね、はい、サービスとしては会社としてはもともとそれこそこう留学の斡旋事業だったりとか、それはあのオーストラリアとかあとフィリピンとか留学の斡旋事業をもともとやってた会社ではあるんですけど、コーチングのサービスは、まだ若いですね。英語学習コーチングって正直イングリードさんからお話しいただくまであんまり聞いたことなかったんですけど、通常の英語学習との違いって何ですかね。英語のコーチングって何なのかっていうと、まあ、一言で言うとこうジムのパーソナルトレーナーの英語学習者バージョンで考えていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、はいはい、他のその例えば英会話学校とかで行う英語学習との違いっていうのは、コーチングはこうロジックに基づいてその受講生の方が達成したい目標に早いスピードで近づいていける、目標達成がこう効率よくできるっていうところが、あの他の英語学習の違いです。ですね。英会話は結構英語を楽しむこととか英語に触れてこう慣れることにフォーカスしてるかなと思うんですけど、英語コーチングっていうのはこうしっかり目標を定めてそこまでこう逆算してトレーニングを組んでカリキュラムを組んでこう勉強していっていただいて目標を達成するっていうところが、まあ大きな違いかなと思います。1ヶ月僕コーチング受けましたけど、やっぱりやめた今でも1ヶ月で教わった英語学習の方法アプローチの仕方っていうのは今でも活かせてますからね。よかったです、ありがとうございます。これから英語勉強また一人でやろうっていう時にやっぱりもうどうすればいいかって分かってるんで、はい、できると思います。いや、そうなんですね。本当にそれがもうすごく大切で、筋トレされてるから分かると思うんですけど、筋トレとかストレッチでも今じゃあこのウェイトを持ち上げるときただ闇雲に持ち上げるんじゃなくて、どの筋肉に効いてるのか、どの体のパーツに効いてるのか、うん、意識しながらやるとやっぱ効果的っていう風に言われてるのと同じで、なんか英語学習も闇雲に教材を進めるとか英語のラジオを聞くっていうのをこう目的なくやるとやっぱり効率が悪いんですよね、うん、しっかりフォーカスしていただきたい、こう意識していただきたいポイントっていうのを常に私たちの方からリマインドさせていただいて、ここちゃんと意識できてますかっていうのをお伝えさせていただいて、まあ、二人三脚で目標に向かっていくっていうところはすごいコーチングいいなっていうふうに思ってますね、うん、ありがとうございます。まあ、最後ぶっちゃけ僕はどうでした、僕の英語力とか学習の態度はどうでしたか、はい、そうですね、やっぱりまず英語力で印象的だったのは英語の発音がとても綺麗だったっていうところが印象的で、うん、なんかトレーニングの一つであのテッドトークを使ってシャドーイングしていただいてたんですけど、あのシャドーイングしていただいたものを録音していただいて送ってもらって私の方で添削をさせていただいたことが何度かあったんですけれども、すごい完成度も高かったし、あとこう要所要所にあのイギリス英語の発音がこう混じっていて、あ、なんかやっぱりお伺いしてた通りイギリスであのマスターディグリーを取られてた方だなっていうのは、そうあの要所要所で感じましたね。そうなんですね、はい、それはすごい覚えてて、あと学習に対する態度、各トレーニングを楽しんでやっていただいてたのが印象的ですね。でなんかこれってどの方にも言えるんですけど、まずは英語に触れることを楽しむこととか、あと今日もなんか新しいことを一つ二つ学んだなって感じていただくことってやっぱりすごく大切で、うん、元気さんは楽しんでトレーニングしていただいてたので、すごいそれが良かったなっていうふうに思ってます、うん、そもそも英語って結構楽しいですよね、ストレートに表現できるっていうか。そうなんですよね、うん、楽ですね、遠慮がいらないのですごい楽しいです ね、 そうなんですね、話しかけやすいし How are you って言えば話しかけれるんで。そうなんですよ、だから日本語だと何て言って話しかけていいか分かんない初対面きっかけがそうですよねだから話しやすいですね英語はね、シンプルに人生豊かになると思います。わかりました、ありがとうございます、いろいろ聞けました。今日は大丈夫かな、適当に切り取ってサムネ選びます、はい、お願いします。なんかちょっと待ってくださいね、イングリードについてこれは言った方がいいなと思ったことはないかちょっと確認していいですかいいですよ全然もう十分宣伝になってると思いますけどね、なってますか、なってますか、
ちょっとあの1個、そうだ、イングリードのあの他のコーチングサービスと違うところを言ってもいいですか？はい、どうぞ。まずオンライン完結型なので、来店していただかなくってもオンライン上で質の高いサービスを安価に提供させていただけてるっていうところは、はい、一つあの違いかなと思います。あとは1ヶ月ごとのサブスクリプション型になるので、なんかこう気軽に1ヶ月から試していただけるし、あとは目標達成したらそこでこうやめていただくことができる。結構他社 の、 あの英語コーチングの会社さんとかだったら最低3ヶ月はお申し込みしていただいて、そこで結果出しましょうとかっていうところが多いかなと思うんですけど、イングリードはあの1ヶ月からお申し込みしていただけるので、気軽にコーチングにトライしていただけます。無料カウンセリングありますもんね。あ、そうですね、そうなんですよ、はい、はい。まず英語学習したいよとか、自分の英語レベル把握したいよって人は、はい、まずは無料カウンセリングからお願いしますっていうことですよね。その通りです、はい、この概要欄に無料カウンセリングのリンクありますので、ぜひ興味ある方はクリックお願いしますお願いしますはい、多分もうそうそう、もう十分だと思います。もう、はい、私もなんか営業じゃないのではい、ありがとうございます。もう本当にこちらこそ1時間ありがとうございます。とんでもないです。もう本当楽しかったです。あとは編集して投稿します。はい、はい、お願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。